久保井の吉は、日本の医学博士、家人、俳人、京都帝国大学福岡医科大学教授、旧日本松藩士、久保津玄穂の子として、現在の福島県に生まれる。1900年、東京帝国大学医科大学を卒業、岡田和一郎の副主を務めた後1903年に、結婚、イタリアへ留学すると1907年に帰国し、 京都帝国大学福岡医科大学教授となる。廃人久保より、絵の夫。長塚武士の主治医。日本の自備院工科学の先駆者。1903年に、アルベルトルートビヒ大学フライブルクに留学すると、グスタフ・キリアン教授の下で、機関指教検査法、キリアン比列を学び、1907年に帰国して、京都帝国大学福岡医科大学教授に就任。 自ビイン講科教室を創設し、日本で初めて食堂直達教を行った。1913年にはコッペンハーゲンで開催された第一回万国自ビイン講科学会に日本代表として出席し、およそ半年かけてヨーロッパ諸国を視察している。視察は1924年にも行った。1935年に名誉教授となり、東京へ移ると、 ルドルフとイスラーが創設した聖路カ国際病院で自備運行の顧問を務めた。1939年死去、青山墓地に埋葬される。また、家人としては、落合直文に支持し、1898年、小野江採裏らと、イカズチ会を結成した。その後は俳句をはじめ、高浜巨子に支持する。1922年、初めて扶助記に取り上げられる。 妻のより子と共に雑誌、エニグマを発行し、福岡在住の間夫妻の住まいは文化人の集うサロンともなり、柳原博蓮などの文人、また九州以外からも廃人や文人が集った。九州大学、舞菓キャンパスには、博士の名を冠した博物館、久保記念館及び、久保猪吉博士像、久保通り及び、歌詞が存在する。 久保記念館は1927年に開館した日本第一号の医学史専門の博物館で1907年に久保が創設した自備陰講科教室の20周年を記念して建てられた。和風と西洋風の接中様式の二階建てで収蔵品には久保が洋の東西を問わず集めた自備陰講科に関わる書籍、論文、標本、機械、医療器具、図画に加えて かつての同僚や知人から送られた記念品も含む、生涯に学術論文530本、医学史を取り上げた原稿を多数執筆し、医学の分野のほかにも、新聞機構他論考やエッセイなど172本書いている、医学書、論文を除く、ありがとうございます。